ドッキリがしたかった。今日は久しぶりにこやつを買ってきたので、こやつを開けていきたいと思うのと、見てください、ニキビがどんどん悪化してます。悲しいです。ということでレッツゴー。いや、なんかそろそろかぶりそうで怖いですね。幕張決まりました。そうですよ、関東でのねお話し会が決まったということで、長崎さんはとっても嬉しいです。でかくても大丈夫って言うやん。後ろなんですよ、シャツガンって見えてるから。ということで開けます。なんでこれを買おうかって思ったかっていうか、てかなんで最近買ってなかったかっていうと、なんかこれを買おうかねってすごい無駄じゃねって思ったから。でなんで今日買ったかっていうと、今日本当はイクラのおにぎりを買いに行ったんですけど、イクラのおにぎり売ってなくて、じゃあイクラのおにぎりと同等のものを買っていこうってなった時に、これがたまたま同じ値段だったのでこれを買いました。これイクラのおにぎりと同じです。イクラのおにぎりも198円のプラス税込みで、これも198円のプラス税込みだったので同じです。お願いします、かぶらないで。もうなんか賞味もうゴーでもサトシでもいい、かぶらなければ。今日は髪サラサラ。今日はね、このチョコエッグを開けた後にやりたい企画があったからです。では開けていきたいと思います。3、2、1。見えない、手で何も見えない。待って、かぶってないけどさ、うぶそうでしょ。お前かよ、お前かよ。お前かよ、見て腕腕見たでもさ、ちょっとかーパー首接合腕、あー腕接合、腕接合、えへい。ということで今回は、これはちょっと前まで海外にしかいなかったポケモン GO のね、マリアードでした。こうやってみたいな、マリアードです。顔にピントが合いません。手が触れます。なんかタクシー止めてるみたいで可愛いと思います。すごい、今んところ人間出てないのすごくね。そろそろインスタにあげようかな。まあ外れではないと思います。ドゥンドゥンドゥン。そう、それでですね、今日やりたい企画というものがですね、中ちゃんの髪型診断。全然嬉しくなさそう。今日はなんでこんな髪の毛を下ろしているかっていうと、今日は皆さんになんかどんな髪型をがいいかなっていうのを聞こうと思って、高いツインテールとハーフツイン以外を募集していきたいと思います。髪型ね、なんかね、なんかいい髪型が思い浮かばないんですよ最近。ヘアアイロン持ってこようと思ったのに忘れてきた。まあ長崎の髪ってこんなにも長いから、サイドポニー、あーサイドポニーですね。
あ、みや、そういう言葉聞こえないから、あのいくら言っていただいてもいいですけど、聞こえてないので大丈夫です。毛量多いんですよ私。半分に分けてだいたい一人分くらいなんじゃねって言われるんですよ。半分に分けてるんですけど、これでなんか一人分あるんじゃねってくらいあります。そんなことねえだろ。あ、でもお父さん分くらいはある、うん、お父さんくらいはあると思います。お父さんスイッチの作り方、空き箱にボタンを5つ書きまして、ひらがな5つ入れたならなんちゃらこんちゃらなんちゃらこんちゃらして、お父さんスイッチの出来上がり。お母さんスイッチ、あ、今日でも横着がアイロンしてないので、うん、髪の毛染めたい。始まりました、中坂の髪の毛染めたい講座。三つ編みが多いので三つ編みにしたいと思います。鏡がないのでこれを、今日画面が全体的に黄色よ、するな。なんでですかね、私みかん食べ過ぎた系ですかね。暗いな暗いな、あ、こんなもん。どんな色に染めたいの。うーん、黄色を入れたい、この辺にインナーカラーに黄色を入れたい。あ、みんな羊ヘアをね、昨日ゆゆさんがしてるの見てめっちゃ可愛いって思いました。羊しようかな。あ、髪の毛はダメですけどしてみたいみたいな。ああ、羊にしよう。みんなに聞いた意味ない。羊はねこの辺でツインテールをしたいんですけど、でも左手のツインテールできないじゃん。クマはねできないですよ。まあクマでもいいけど、どっちがいいですか、クマか羊かで投票しましょう。じゃあ1番がクマで2番が羊、1番がクマで2番が羊、1番が熊で2番が羊。今が、あ、歌っちゃうダメだ、今日ずっと第6巻歌ってたからさ。お母さんがさ、お仕事今終わりました疲れたって来たからさ、第6巻を歌ってさ送りつけました。なんで今日この投票の玉飛んでこないの。クマはここで団子で、羊がここで団子。どっちにしてもミはね高いツインテールができないですよ。めっちゃ痛い、分け目変だわ。でも今日髪の毛を結んでた跡がすごいんですよ。あ、髪型の投票してて、クマが1番で羊が2番で投票してます。
羊の方が多い。みんな好きです。高い前提はできないから羊の方がありがたかった。今日は羊をしたいと思います。まずヘアゴムを2個。用意します。で、ここで、ここはちょっと低いか、この辺かな。綺麗になった。マジ好き。でもハンダ荒れが今ひどいのでブスです。なんでいつもさハンダ荒れするのわかんない。いいねいいね、みんな好きそうなツインテールです。なんかロリツインですね。チョコ食べたから、あ、間違いない。最近の問題さ、メイク眉太めにしてない。でもさ、あ、形が綺麗じゃないですか。形綺麗だし、茶色だから色もいい。そう。でもね、強いメイクになっちゃうし、眉毛が太いと、なんかもうここ気に入らない。でも私結び直すの嫌だから。なんか今平行眉の太いのがいいんですよ。でもなんか眉毛を結構切らないとやばいから、なんかどこまでの草にしたらさ怒られないんだろうって思いながら、うわすごい全然位置違うけど、あ、まあ、まあまあ気にしない。このままミュウがお米もこのままがいい。ロリツインです。お兄ちゃんお兄ちゃんお兄ちゃん、このままにしようかな。ロリはない。昨日のエスコイ見ましたか皆さん。私はびっくりしました。なんか見てて思ったことは、これ声出せないのしんどいなって思いました。わかりますか。いやこれさ、私だったら自然と出ちゃう。これ声出したらどうなるんですかね。怒られちゃってさ、出禁とかになっちゃうのかな。やだー。退場か。えー、ぴえん。でね、まあ、そう見てて思ったんですよ。
これ声出せないのしんどいなって。てか私キャッチフレーズやっぱり元気娘だけにすることにします。うん、しばらく。あーちゃんデコ出しで可愛かったね。そうめっちゃ思いました。エイクピョンさん可愛かったです。拍手とサイリウムをブンブン振るだけです。お見送りありますよ。でも一瞬でした、秒で終わってた、びっくりした。もうちょっと前で見たかったなって思いました。お見送りありますよ。みんな見てないんですか公演。いつも言ってますよ最後、今日はメンバー全員でお見送りさせていただきたいと思いますって言ってますよ。痛い痛い。会話はできないと思うけど、メンバーが多分一方的にありがとうみたいな感じじゃないですかね。スケッチブックとか見れなさそう。どうなんですかね。結構秒で終わってました、早って。40人しかいないからあれなんですけど、全員座りでしたよ。だから優勝とかない。マルクさん負けないんですよな、カタカさん。うまく。中坂が優勝してた昨日は。何列目からか分かんなかったけど結構近かった気がする。なんかうまくこっち負けない。2列目からだってみんな。みんな今度行くんでしょ。行かないか、今日は行く人いないか。巻くと痛みそう。あれも髪の毛に熱を与えるよりかはもう全然ダメージないので大丈夫です。髪染めたりする方がね痛みますから、アイロンとか。ほら青が当たった。だってこっちうまいな、巻き、まとめ方が。中坂の初日に来てください、ぜひ。18休みだから立ってほしい。何公演ですっけ18って。なんか職場の自粛要請の人多くない？長ちゃんはまだ出る予定ないですね。早出たいわ。11月中に出れるかも危うくね。次の S が22日なので。そうなんですね、コロナね今日やばいですよね。めっちゃ増えてませんでした？8月7日ぶりとかなんか書いてあった気がする。髪多いよ。
みんなにあげたいくらい。チョコエッグ消えた。ドジじゃない、なんかチャイナ服に合いそうな髪型になりました。髪、今日はずっと歌ってました。最初に猫を歌って、次にあのー、夜にかける歌って、あとはメイクユーハッピー歌って、メイクユーハッピー、メイクユーハッピー歌って、ケツ公演見て、で第6巻ずっと歌ってました。でも今日すっぴんだからクレンゲはね、わかんない、クレンゲがわかんない、どういう歌だっけクレンゲ。なんか夜にかけるとクレンゲが混ざってて、中坂さんはあんまりわからないんですよ。ね、スタンドアップ見ました。最近眉毛がひどいので、やっとバナナヨーグルト味のカルピス飲んだよ。結構さ、ヨーグルト感強くないですか。いつだってで始まる、うん、作れんげ。全然わかんない。でもなんか最近ホムラもめっちゃ聞くじゃないですか。だからもうわかんねえ。鬼滅わかんないからさ、鬼滅わかんないからもうどんどんわかんなくなりますね。
分かった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 。グレンゲか読めない。分かった分かった分かった。得意な口笛プリーズ。でもさ、流していいか分かんないから SK の曲にしときます。何しようかな。重めの大きい唐揚げが気になる。タピタピって検索してみてください。出てきますよ。なんで賛成会員にしたかっていうと、なんか最近アグリーウィズを殴らったんです。でも賛成可愛いだとアグリーじゃないですか。でも本当はアグリーみたいな、アグリーなんだって。先日サーナンさんの配信でトリプル A さんの話をたくさん聞いたけど、ほとんどわからなかった。でもトリプル A さんあんまわかんないんですけど、でも友達にめっちゃ好きな子がいます。あのニッシーさんが好きらしいです。アングリーはわかる？わかんないです。怒るみたいな、違うか。イントロドン。正解。イエーイ。薄くて大きな唐揚げだね。そうなんですよ、めっちゃ美味しくそうじゃないですか。デニーズ好きな人はいる？あのキング&プリンスさんめっちゃ好きな子がクラスにいて、もうめっちゃ話してるんですけど、なんか全然ついていけない。みんな修学旅行もあのカンツァン TV に出てたんですよね、そのキング&プリンスさんが。で修学旅行の日だったし、でも消灯時間過ぎててカラーが出演だったけど、みんなで見ました。イントロもう一回。です。SKE の歌です。こまんちゃこまんちゃ。見たんかい。みんなで聞き、私たちはあの見なくても別にいいから聞き耳を立てる側で、あ、先生来た先生来たとか言ってこうって寝ました。楽しかったです。渋谷にあるのか。渋谷行ったら迷子になりそう。まあ地図見てればだいたい行けます。誰も答えてくれないんだけど、ピエンピエン。 Twitter の新機能まだ使ってないです。アップデートしてないから使えない。わからん。頑張れ地平線、その先の未来をです。聞いててくださいね。です。鳥は青い空の果てを知らないでした。ふゆっぴさんにじゃあ教えます。ふゆっぴさん、使い方はわかるんですよ。インスタのストーリーみたいなやつでしょ。うわ、
答えの後なら分かる。じゃあ次いきます。そうイントロじゃないね全然。これは分かるやろ。いやこれは分かる。渋谷地図見ても迷う街やで。行ったことないんすよみゆ。あ嘘ある、丸九行った。もう一回いきますよ。じゃあこの先もちょっと吹きますね。いきますよ。多分こんな感じ。マルキューに行ったのに行ってないと。マルキュー行ったんですけど何も買わなかった。わかった？正解は僕たちの日常をチャチャラチャ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 もうわかんない。ドゥ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 。正解は体育館で朝食をでした。ありがとう、かわいい。ありがとう。そんなこと言ってくれる君のことが大好きだ。おお。答え出てたのね。そうだよ。次何しようかな。難しいところしか私はあれしてないので、選曲してないんで、まあ頑張ってください。何がいいかな、ちょっと見ます。カラオケ機能のエスケープを見ます。で、いきます。どう、わかった？なかちゃん今来たよ、イエーイ。トゥースして、トゥース。これは明るくね？わかんないか。ご飯食べてた。イエーイ。キーパーだったの？それはお疲れ。じゃあもう一回いきますね。もうちょっと長くしますね。いやここまで来たらわかるよね。地下鉄だとくよくなっちゃうな。頑張れ。待ってもう頑張れ。地下鉄の電波。もう一回いきますね。いやわかるやろ。喉がカスカスしてきた。今日飲み物用意してないし。
いや、お任せしちゃダメです。正解はお待たせセットリストでした。私たちに用意された素敵なメロディーでした。次行きまーす。行きます。結構長め、イントロじゃないですね。なんかトロトロドンにしときます。じゃあ、これわかるかもしれない。長かったから結構。わかった。こんばんは。こんばんは。正解はしまってた学校のゲート、二人でそっと乗り越えての、花火は終わらないでした。みんなすごい。次行きます。あ、むずいかも。行きます。違うな。です。答え出ててもピンときません。あれですよ。わかりましたか。やめてやめてやめて、やめて、ツボなんだけど。違うな。ウグイスできないですよ。国歌じゃないですね。国歌こんなさっていうさ、ノリノリのさやつやばくないですか。じゃあもうちょっと先進めますね。わかんないかな。いや、もうわかるやろ。わかるやろ。もう一回いきますよ。ということで、正解は少女は真夏に何をするでした。真夏は少女に何もしないですね。わかりましたか。あーあーあーちゃちゃんちゃちゃん、少女は真夏に何をする。
分かった？全く分からないけど行きますよ。分かった？難しいね。じゃあ次行きまーす。行きます。あ、曲が変わっちゃった。じゃあ曲変えます。ごめんなさい。行きます。あー、分かるかも。違う場所にしよう。行きます。そう、最初の曲俺とかだったのすごいよくわかったね。正解は近づいてる夢にまで見たあなたの隣の松村ラブでした。ピンポーン。くしゃみをされると好きになる。恋とは派遣なんだ。誰も知らない秘めた楽しみ。そうさ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 自分にとって最高見つけること。俺とかが好きです。俺とくでオッケー。チュッチュッチュッチュ。はあ、寒い。これ裏キモなんですよ。まあ、キモって言ってもそんなんじゃないんですけど、でもあったかいです。どうでもいい、そんなことさえこの胸がキュンキュンしてくるよ。あ、もう45分やん。やば、今日は寒いね。え、それのピエンザコーピエンザコーピエンザコー。長ちゃんの好きな番号は3番。例えばサッカーの背番号は5番だったね。まあ、アリコはクラブチームですね。クラブチームは5番ね。部活は3番でした。壊れてないでしょ。チキチキチキラッチョチキラッチョハゲラッチョチキチキ。ディフェンスでした。なかちゃんもね、なんていう選手だっけ？ネイマール選手がいるチームのキーパーの選手が好きです。お風呂はだいたい10分から15分くらいです。女子さんのディフェンス。ああねえ、いじだでてれでてれでんでるぬぬ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 ぬ
何が早いんですか。わかんないわかんない、何が早いの。あ、お風呂ですか。早くないでしょ、こんなもんじゃね。だって湯船つからないもん。シャワーしかしないから、だいたい10分から15分です。お願い背中のジーパンちょっと上げてちょうだい、甘えたこめ。ちなみにお風呂好きじゃないから、もうサッて上がりたいんですよ。だから髪の毛をギャーッと洗い、リンスをして、体を洗って、顔を洗って、リンスを最後に洗い流して出ます。誰だっけ、名前わかんないんですけど、もうめっちゃねすごいんですよ。ボディケアしてないけどハンドクリーム欲しいんですよ。なぜかって手がもうカッサカサ。私はね、なんか手がね、なんかね結構やばいんですよ。結構なんかシワシワしたしてるので、しっかり伸ばしていきたいと思います。お願い背中のジーパンちょっと上げてちょうだい。好きな野球選手はいないの。好きな野球選手は中日ドラゴンズのレアン・ビシエド選手です。君を両手で抱きしめたくなるんだ。あ、虫がいなくてよかったね。いや、それな、もうシンワシワです。わかんないけど、なんて選手だったかな、めっちゃすごい選手なんですよ。超かっこいいんです。